こんにちは、ネモです。パワープルアップでやっていきます。今回も全力、全力野手いきましょう。さあら、ボフボフ、サイガ、サイキ、野牛、シドルビ、はい、いきましょう。このチャレンジが、もう何回目だろうね、というぐらいやり直してます。いや、本当にレギュラー更新できそうだったのが、前日に動画上がってると思います。そこから、もう悔しくて何回かやってるんですけど、なかなかこう更新がかからなくて、やっぱりこのあたりの、まあほんと SS7 とかはそんなにポンポン簡単にはできないなっていう感じはしてますね。精神でいいか。くれ。はい。まあ最強早めに光らすのは大事ですからね。だから、うん、出荷。サイガとシドルミは割と初期評価高いので、まあ、踏めばすぐ行ってくれます。おお。さすがにここだろうね。進んでいきます。なんか踏みにくいな。野球踏んどきましょうか。そろそろ燃やす準備入ってもいいと思うんですよ、ね、あ、モテモテ欲しい。早めに休んでもよかったかな。やっぱそっちじゃない。お、いいですね。これは回復できます。序盤は助かる。マジで これで燃やしたら完璧っちゃ完璧ですけどね。さあら、全然評価いってねえんだよ。いっか。これで燃やすのが完璧な形だ。これでかつ間に合わせればいい。まあ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 。これマジミスんないでほしいな。ちょっと稼いでこ。おーい、ちょっと10下がったらマジで厳しいって。野牛が厳しい評価。うわー、タック踏めんぞこれ。だから変えないですね。いや、サバいるんだ。いやー、ちょっと厳しいですね。あんまりいい展開じゃない。これは踏んでおきたい。これなんかグキる感じあるな。おお、いけたいけた、よかった。監督全然踏んでない。あ、いいな、やんだ。
ま、最低限って感じです、ほんとに。柳生踏まないとマジで間に合わない。さあ、はーい。強いんだよな、普通に。片目打ちか。どうしよっか、これ。休んでもいいけど、これぐらいだったら。はい、30。まあまあ、うまいですね、普通に。飛び割と走ってんだ。OK。結構本当に守備職も安定して入れてくれるし、告白も最近は素直だな。ほぼほぼ間に合ってるし、ほぼほぼ守備職くれてますね、最近。あ、監督、ちょっと振りましょう。マジで、青すぎる。下。よーっと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 って感じ。おお、強いですね。燃やせはしないんだよな。まあ、ハイズカは先に行きますか。15も上げれますか。やる気がどんどん削がれていく。柳生がもう一歩ですね、ようやく。お、燃えた。もう行ってくれてたら助かるけど。おっしゃ。うん。弱くないけど、シングルなんすよ、これ。サイドが強すぎる。OK! どうぞ。まあ、相良さすがに間に合うでしょう。うわぁ。柳生が言ってればな。かわいい。適を飲んでる。適を、おぉ、足りてねえ。まあいいよ、ここはいいよ。ちょっと野球早く、野球早く、マジで。もう我慢できない。完走。後イベ順調っすね。マイベももう、2回ずつ来てるよね。結構いい感じ。水田の中期。監督さんですな。セミハラとかちょっと使いたいけど。精神ポイントがきつい。さあ、モテた。
うん、精神監督リーダー。変えんね。おう、監督行きますわ。全然変えんないんですが、3000点。さ、50。おっしゃ。もう全開するんだ。強いよ。おっしゃ、男。ダメだ。今回はイベントはいきそうですね、全部。なんで、あとは7回練習をしっかりと入れとこうという感じですね。うん、打撃でいいでしょう。ここはもうゆっくり燃やせばいいと思います。パルス、一流持ってたっけ。一流は持ってないですね、僕。さあ、敵を飲んでもでかいっすね。これいつでも燃やせる。ここかな、まあ、デートでもいいけど、俺別に、こと欲しいわけじゃないし。精神やばいな。精神もやばいし、なんか全体的なポイントがないぞ、マジで。全体的にポイントないです。監督評価も149か。そんなにいい方じゃないね。燃えていく。3回目。ドドド。うわ。なぜなんだ。ダメでもともとは置いときたいな。なんかタック全然来ないっすね。困っちゃった。なぜなんだ。足に爆弾抱えるし。お、いいですね、男。162か。こう体力戻しちゃいます。戻さなくてよかったけど。普通にデートしましょう。強いなぁ。ハイスカイゲだから。えら。三振。4回目、燃やしていく。ズワー、弱いよ。これ、どうなっ
ているんだ。マジでタック来ないんだが3人以上。頑張って2人だな。ああ来ないや。もうタック来なくなっちゃったのかな。で錯覚するほど来ないんだ。まあもうあと1回ですね。監督踏みながらパルスでもしてるか。パールス。パルスパルス。195です。サイが完走しました。あともう本当に確定で決まっている。うおー4200点だった。おー33。監督行ったら終わりでしょ。ダメになったダメになった。ほう、だいたいイベントはいけそうです。はあ。92。おお、これは行くべきですね。無理が通ればかな。パルスでもいいけど。パルスにすっか。ちょっとだけだ。うわこれひどいぞ。全然ないぞポイントが。パワーヒット取ってみぞ。うん監督、まあこっち行くか。また足に爆弾抱えたの。はい、全員完走しました。まあ弱くはないけど、弱くはないけど強いかと言われたら強くはない。精神ポイントが全然足んない。おお、ゲージ貯めて精神でもいけますか。40。ダメ元。まあまあそうですね。50使うか。もう歴史に名を残す。ほうほう、歴史に名を残したかった。これ60%使いましょうか。男2枚あるよ。うん、精神入れないとちょっと話にならないです。で
ちょうどなくなりました。あ、まあまあまあいいんじゃない。今んとこクソガコではないけど、まあめっちゃ強いかって言ったら強くはないですね。おー、入った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 。男、僕が気になってるのはさ、サハラのデートって大丈夫なのこれ。4回だ4回ですね。999。まずい、だいぶまずいことになってる。取れないやん、全然。もったいないなぁ、だいぶ。やっちまったな、これ。こう振るしかないぞ。技術、技術、技術、技術。コントロールに振るしかないんだけど、本当に。999730とかだから、いやー740か。740、いや持ったねーこれ。740、まあこれか。せっかく入ったんですけどね、男が。もったいない。サガラのデート全突破っていう次から。全突破の上に、これ、マジで処理しきれるかな。印象が足りませんね。やり、印象入れられれば勝負にはなりますけど、まあなんとも言えんですね。すげえもったいないことになったな。行きましょう。なんとか更新はしたいですね。敏捷はとにかく取んないで。こういうの拾っていくほかないんだけど。うわー厳しいな。3段階上げてもダメだこれ。ゼフ長じゃちょっと話にならないですね。とにかく敏捷だわ。
やっちまった、さから完走できるようになった。はぁ、やっちまった、今なんか、うわぁ、完全にやっちまった。はぁ、泣きそうである。しゃあない。しかもリベンジも取っちゃったよ、もう。ここまでデート残ってることないですからね。完全に頭から抜けてた。疲れてる。完全に疲れている。うん、101だった。いやー、ちょっとやらかしましたね。完全に。完全にやらかしたね。でもなんで練習したんだろう。きっちりな、そしてきっちりな、もろもろのポイント。さあ、いきますか。なんか言うほど伸びないかもしれないですね、こいつ。全力学園リードで迎える1回です。バッター野尻、投げました、初球打ち抜けた、バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、ボールは中継。4回の裏、全力学園攻撃に入ります。先頭バッターは野尻、投げました。方針とはいと難しきものか。投げた、これはいい当たりだ、いったー、いっちょー。おーい、同点で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で打った、これは強烈、いったー、場外。畜生、サガラやっちまったな。あ、これだったら普通にサガラ取っとこうかなっていう感じか。どうせどうせって感じかな。いや、だから無視しましょう。どっかで踏みましょう。印象取ろう。光ってるし。どんぐらいいくかな。今んとこ相良も半減してない。そしていろいろ今暇。うわー、暇な時にいない。もう二者択一してやろうかな。100点。パルスする？パルスしたらめんどくせえことになるのか。ラッキーボーイを抑えましょう。うん、これどんぐらいいけるかわかんないっすね、正直。技術精神欲しいなぁ。さっき無駄遣いしちゃったけど。いや、欲しいもんな、やっぱ。精神が特に欲しいな。まあまあ、うん、なんとも言えないですね。お待たせ、更新はできるかもしれない。前回で迎える1回です。ツーアウトランナー1塁、打ちました、ツーレツー、入れば逆転。でもこれ7とか乗ってる人材じゃないよね。乗ってんのかな、これで。先ほどツーランホームランを放っている野次、投げた、初球空振り、投げた、これはいい当たりだ、いった、全力学園追う展開で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で負けてるぞ。今日3打点を挙げています。投げた、打った、これは強烈、いった、入った、入った、はははははは、あー、全力学
負けんのこれ。あーもうできねえ。もうできねえ。もう無理。ひでえ。これは本当にひでえ。どうしたらよかったのじゃあ。低レベルですね。うわーこれ、こいつ、リベンジなかったけど、更新できたよ、きっと。うわなんて、なんて世の中だ。なんて世の中なんだ。しんど。いや、こら無理だ。大丈夫です。もう取れないもんね、普通に。なんか諦めなきゃ取れないもんね。ユニコーン諦めたよ。いやいや、無理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 。いや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 、いやいや、本当に、なんであんな強いの？あの高校ダメやろ。いやー、嘘でしょ。いや、じゃ更新はしてなかったかもしんないです。今見ると。ただまあ、ちょっと、それにしてもひでえなあー、もうちょっと、さすがにパワフロのやる気が、超頑張ってこれだと。くそー。って言ってまた厳選してるんですよね、僕きっと。いやー、ちょっと、いやー。はい。こういうことしてます、普段。っていうのを動画に、まあ、今日2本かな。あげるか、まあ、つなぐかわかんないですけど、まあ、こういうことしてます。ぜひ、ご理解、まあ、なんか、応援いただけたら嬉しいです。皆さんから、こう、いい選手ができたときに、わー、頑張ったね、おめでとうって言われることだけを夢見て頑張ってます。はい。まあ、これが、厳選の夢ですね。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様の慰めライク、慰めコメントお待ちしております。から元気だ。こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回も全力全力野手いきましょう。さがら、もふもふ、さいが、さいき、やぎゅう、しどりみ。はい。では行きましょう。まあ全力からいくか。まあメンタルでもいいですけどね、これくらいだったら。打撃走塁。精神、ここ以外は踏んでもそんなに練習レベル上げても意味があまりないので、まあその辺を踏んでいきたいですね。あ、メンタル。あ、まあまあ、これは相良踏んでいきましょう。まあ何がうまいってやっぱ体力回復、クリスマス、正月、まあ正月は大吉のみですけど、と、まあ経験点とはそこですよね。体力回復がまあ非常に大きいですよね。なので拾っていきたいです。精神行きましょう。ここはちょっと体力使ってる場合じゃないです。いや、これセンス出んの結構大変だったから、マジで形にさせてほしい。結構もう何回も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 本当に結構何回もやっていて、そろそろお願いします。ちょっと早いけどまあいいでしょう。うん、相良行きますか。これで相良は一応終わりです。よし、おまけついてきた。精神つましく
か、サハラでいいんだよ。普通まあ野球にしましょうか。粘り、うん、これはサガラでマックスでやりましょう。はい、ありがとう。頼もう。おっしゃ、これで割といい感じになったはず。あ、粘り打ち取ってもらう。 OK。うん、野球が走りました、ね、そろそろ燃やしたいかな。燃えるかかってる。ガヤガヤ、これチームメイト評価にしようかな。今下げられない。うん、ここ踏んじゃってもいいですね。ここうまいんだけど、粘り打ち。これで野球当たったら結構いけますからね。野球、はい、ナイス。燃えろーみんなー、打撃で燃えろー。最大値5555。シングルか。こんなに頑張った。まあいいでしょう。打撃の練習レベルもありますから。サガラにちょっと回復してほしいですね。おお、強いな。これミスって30もらってもいいか。はい、よし、ナイス。ちょっとマジで監督言ってなさすぎる。パルス、まずは野球が完成しましたね。監督ははは、揃ってきたな。これ強えな。ただ 16% なんですよね。これは突っ込んでいきます。間違って50でもいいし。 OK、 これはまあ大きいよね。あーっと、成功できるかな。成功した。おっと、これ3タック入れるしかないな。パルスでいける。あー、ゼフ長だ。今持ったねーけど、しゃあねえな。3タックなんでもうしょうがないですね。で700900か。900入ってまーす。守備職と打球伸びと、ここと、まあ普通に大丈夫でしょう。
よし、激うまい。野球観戦体力回復です。よし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 、悪くない。ここに流れてもいいですけどね、50入れられるんでね。か、練習レベルのことを考えればまあここっすけどね。わあわあわあ、まあまあ、これちょっと危険あるな、リスクだな。まるでいけてないのはちょっと気になりますね。64、0% 持ってる。背に腹ばっかりだ。95。精神入れたいですね。2段階か。ない。上げられるやつがない、ね、そもそも。これ、固め打ち厳しいよね、結構。おっしゃい、いいよ。これは更新できるかもしれない。何回燃やしてるかな。ヤギ湯でいいかな。人がいっぱいいるから。それか冷静に灰塚か、まあ、ここだろうね。佐伯だろうね。佐伯行きましょう。守備職人取ってます。最近いきます。まあ、練習レベルのところですね。それ上げたい。僕さ、マジで大丈夫かな。何回燃やしてるかな今。ダメ元いいですよ。パルスで仕掛けていくしかない。スカウト、まあ、15。いやーダメだ、パルス仕掛けましょう。よし、それはうまいわ。ちょっとまだ使いたくないけど、ちょっとイベント走って、イベントマジで真面目にイベント走って。ダメ元、はい。おお、も燃えた、まさかの。メンタリスト全員いけるんだけど、サイキックいいかな。ここ監督がいいかな。いや、サイキックいいや。
阿部比。うん、さすがに点出てますね。これはマジで更新したいですね。うわぁ、ここで人がいないという衝撃の事実。臨床です。これはないですね。コアタック戦と体力も回復しますしね。うん、まあまあですね。まあ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 、悪くはない。しどりみのタック。だけのビートだかな。取ってますね。じゃあ、いっか。阿部一人か。はい。うん、これ4回目いけますね。30、40、70、80。いけるね、いける、ね、全然いける。おお、ダブルタック。フィニッシュ。うますぎる。うまいんだけど、ここで燃やせない。いや、まさか。これ、まさかだな。ちょっと困っちゃったな。ちょっと監督で、マジ、おーっと、使ってない、使ってない。やばいやばい。ちょっと、腹が。背に腹。いや、背に、どんだけ。どんだけ背に腹なの。下下下下。え、いけるでしょ。あ、いける。よし、もったいねえなあこれ。いや、敏将拾っとくべきだと思うんだけどな。窮地か。逆境。逆境。マジめっちゃ強いんだけどさ、さっきから。しかもイベント起きねえよ。イベント起きねえがマジでやばいな。イベント起きないは結構笑えないですね。拾いませんね。いやー、勝手に燃えていく。まあ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 、しかしこれどうしよう。打撃いく。サイバーでまあ精神強いけど、貝塚で初級とか拾えたら、まあ普通にありなんですよね。精神にしようかな。あ、精神いくらでも回復できる。精神ね、体力はいくらでも回復できます。うん。まあ精神でいいか。ちょっとこれ背に腹は使いましょうか。ありすぎなんだよ。ちょっとイベント走って、イベント前後ともにちょっとやばいです。前後ともにちょっとやばい。
監督、監督、監督もやばい、デートもやばい、すべてがやばい、すべてがやばい、すべてがやばい、やばいな。あー、ちょ、マジで一回見ない。ちょっと待って、金属ある今。金属あるか。あ、ちょっと乾燥して、乾燥して、本当に。洗礼の一撃しかない。やばいぞ、洗礼の一撃しかない。オッケー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 、それは偉い。マイベこいってマイベ。おい。いやー、シングル。なぜシングルなんだ。監督もやばくないこれ。100の力やばいぞ。ようやく二射卓一使えそう。91だよ。シャイ。監督、監督。おお、強いけど、これもう監督行かざるを得ない。一流が入ればね。オッケー。サイガが偉い。というあと一人だから来るでしょ。よしよし、いるいるいる。パルス、セニハラ。パルスダメ元かな。行くやろ、パルスダメ元。よし、今170くらい。6500か。このセクションであんまり稼ぎがなかったですね。ほっ、シック。あー、これダメ元使わなくてもいいかも。もうダメになってるやついるから。いませんね。精神と30でまあいけないことはない。うーおい、監督さん、これ燃やしちゃいましょう。83、マジギリっすね。もう練習好きなの踏めないんだ。よし、あー、よかったよかった。ひとまず1段階のアップ、まあできますけどって感じですね。今は2射得1でいいよ。でパワー比効果か、内野の固め、はい、全部いってます。うん、やっぱちょっと足んないね。
よかった、ギリギリいった。男。マジか、エロいね。お気味よりデートですね。これ入れちゃう。うん、50もいけるし、男が2枚。これは割といけるんじゃないか。50で燃やそう。50で燃やしたら、さすがに無理かな。さすがにもう一回無理かな。いや、まあいけないことはないかな。40、50、60ですね。背に腹をうまく使えば60、まあいっか、精神入れようぜ。あー、普通に練習できんのか。精神だよね、普通に。おーい、喉詰まる必要性。B まで上げてたのに。マジ？ひえきっつ。マジか。いや、 B まで上げてたんですけどね、僕。わざわざ気使って、そんなバカな。あ、ちょ待って、サガラン出てるんだけど、まだあと3回残ってる。うん、サガランのデートにしましょう。やる気を下げていこうかな。まあチームメイトのやる気下げてもしょうがないけどね。困りました。困りましたな、これは。さあ、明らかに困っちゃった。お待たせいたしました。4番。喉詰まったので、どれぐらいいけるかな。どれぐらいいけるかな。喉詰まってる場合じゃないよ。サガラがあと4回か。いやー、これやる気下げたからなっていうことなんですよね、結局。下げて踏んで15かな。ちょっと本当に取れるかな。2人で。ポジが41。お、あー、ナイス。それはナイス、マジで。
54だったら燃えるわ。あの、サガラのデート、2連ですね。ラッキーボーイ入れる？もう使わないと余るな。ラッキーボーイ入れるか。ちょ待って、最近え、こんな乾燥しないの？きついな、マジで。え、ちょ待って待って、あー、満流とこない。お待たせ、甲子園4番全力学園リードで迎える1回です。ワンアウトランナーなしという場面で横尾、初球打った、あっと抜けた、横尾ヒット。全力学園リードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で横尾、投げた、これはいい当たりだ、右中間、いった、生姜。全力学園リードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面、会心の当たり、ライナーレフト前クリーンヒット、2塁セーフ。全力学園リードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面、打った、これは強烈、いった、これ厳しいか。全力、佐伯覚えてないよ。佐伯2回目来てたっけ。来てたっけ状態です。うわー、未完走ひげえな。ふぬけとなったわ。8回も燃やしたね。201も入るんだけど、すげえな。4くらい作れないかな。ちょっと精神足んないっすね。おほー、いいね。これはありがたい。これで足りたことある。
だけにこれ完走してて欲しかったな。いやー、完走してて欲しかったっすね。それだけに。成功もして欲しかったし。俺は割と強いっすね。お待たせ。全力学園、追う展開で迎える1回です。ワンアウトランナー1塁という場面で横尾。さあ、次の投球。スクリューはボール。投球はこれから3球目。決まったストライク。さあ4球目。頑張って5とかかな。なんか SS6 ぐらいの手応えなんだよな。5か6ぐらいの手応えで君と苦手なんで。なんとも言えんすね。正直これくらいの経験点であれば、スイープでなくても関係ないかもしれないですけど。ただまあ、最近の満塁男が外れたのは相当でかいですね。これはもう本当に死ぬほど痛い。おーい、何もないやん。再起再がの敏将ですね。強いでしょ普通に。うん、ある程度バランスは取れたんじゃないかな。チャンスとかいくのかちょい厳しいけど。全取りまではいかないですけど、まあそれなりには取れているんじゃないかな。チャンス来て。お待たせ。2回の裏、全力学園攻撃に入ります。先頭バッターは横尾。投げました。スプリットはボール。第2球。さあ、入った入った。全力学園リードで迎える4回です。先ほどホームランを放った横尾、投げました。打った、強い当たり、クリーンヒット。打ったバッターは2塁へ向かった。横尾ツーベースヒット。6回の裏、全力学園攻撃に入ります。この回の先頭バッターは横尾、投げました。見送ってストライク。第2球、投げました。これは見送ってボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打った。これは強烈。なんとか勝ちた。入った入った。全力学園勝ち越しのチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で横尾、今日はソロホームラン2本を打っています。見送ってボール。第3球を投げた、打ちました。ファールボール。第4球を投げた、打ちました。うん、なんとかうまく運べました。入った入った。勝ちは手繰り寄せた。全力。いや、4か5だろうな多分。そんな感じのイメージはありますね。最後の精神が死ぬほど大きかったっすね。1万3000点ぐらい。うーん、ポイントバランスもそんなには良くないっすね。これはアウトなやつかな。
筋力がとてつもなくいらない。38は通りぐらいですね。いいか。うん、まあこんなもんでしょうね。で、ヒントク2個あったら6手前ぐらいだと思います。ちくしょー、これはちょっとワンチャンスあったなという、すごく残念な結果になりました。レギュラー更新って大変ですね。くそ。ああ、もう、また頑張っていきますんで、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。こんにちは、デモです。パワープルアプリやっていきます。今回も、全力全力野手いきましょう。さがら、もふもふ、さいがさえき、野球ちゃん、しどりに、はい。さすがに元気なくなってきました。もう結構な回数やっていて、ちょっとお気づきの方いたかもしれないんですけど、厳選の石、まあパワーストーンが多分この野手始めて100個ぐらいのやつが今40個ぐらいになりましたと。っていうぐらいは厳選してサクセスしてやりましたと。いや、マジで1も更新できない。もうびっくりした、多分。1も更新できないと思って。で、ベンチは入れ替えたら確かに上がるんですけど、なかなかこう、レギュラー更新には手が届かない感じですね。で、チャンスが、まあ、前日上げた2回あったんですけど、まあ、それもなくなってしまったので、まあ、本当に、まあまあ、まあ、もう頼むよ、みたいな感じですね。で、しどりみ最悪失敗しても多分いけると思うんで、もふもふさえ成功すれば。なんで、まあ、金八で経験点次第ですね、やっぱり1万4000点ぐらいは、まあ、欲しいなっていう感じはあります。うん、精神でいいでしょ。最近勝手に行くよ、きっと。うわぁ。これは打撃にしよう。大事ですからね、逆境ゲージ貯めとくの。ああ、これここでいいんじゃない?割といけそうだな。野球がいけそうっていうのはかなりいい展開ではあります。おう。逆にサガラがマジで踏んでる余裕がない。あ、サイラーちょっと早いな。うん、一回やってみましょう。意外だな、サイラーって評価上がんねえんだよ。おお、行きましょうか。さすがに。さ、阿部ひ。阿部ひレベル2だったのか。ここは逆境狙いで。うわー。これ、サガラ行く?どうせこんな感じなの。おお、いいですね。ああ、強いね、こっちも。どっちでもいいの、マジで。精神しましょう。
グキるぐらいの名前。うん、ここは体力回復にします。ゲージ貯めたかったけど、これ。おーい、サガラがマジで手かかるな今回。強っ。おーい、強い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 。これこれ頼むぜ、マジで。おっしゃ。うん、監督でいいですね。あげるやつはない。これちょっとゲージが本当怪しいですね。敵を飲んでも欲しいところが。背に腹か。ほんと敵を飲んでも来ないとマジ辛いですからね。おお、このダブル強いな。このダブル生きて、行くか。足でかけます。アウト。まあいいんじゃないですか、背に腹あるんで。これ精神マジ厳しいやつだ。精神マジ厳しいやつですね。おお、いいっすね。これでもサガラ言っとかないとあれなんだな。ははっ、言っといた方がいいな。おーい、マジで凄まじい手かかるな今回。どうしたどうしたって感じだ。ちょっとゲージ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 じゃないや、言霊がないと何もできない。敵を飲んでもありがてえ。はあ、だから彼女じゃなかった。だから彼女ですらなかった。うん、衝撃の事実。だから彼女じゃなかった。
うん、ダメ元カマうまくハマってますね。今使ってもよかったかな、セミハ。ちくしょう、サガラ間に合ってなかったのか。まあ一人か、珍しい。うん、まあこれ監督言っといていつでも燃やせるようにしとけば OK ですね。なんとも言えないっすね。それはそれもう使っちゃってますからね。腹多すぎやろ。あーまあ間に合いましたね、とりあえず。ふぅ、更新できる騎士に。やめて。うおー、怖。いいですね。これ男したいわ。 6% あるけど、さすがに男でしょ。技術、とにかく技術を落とさないと。やばいやばいやばい。ミントカーソルだな、やっぱ。精神が足りません。精神、精神。精神か、筋力でもいいか。9使ってるけど、うん、まあうまくかく乱いったら履けるけど、そこの敏捷は使いたくないから、うん、でいいんじゃないですかね、肩で。あと、よし、オッケー。コツくれ、コツ。あとはコツじゃねえや、ピントください。
おっしゃ、失礼します。金徳何個あんの今。ゼロ。まさかのゼロ。あーもう最近ほんと乾燥せんな。ちょっとこいつは勘弁してほしいですね。まあ監督いれば振ってあげてもいいですね。いるかしら。セニハラが1,2,3 枚か。いけるさ。ははいらんって。デートしますか。で、7回練習もまず大丈夫だと思うので、本当にイベントが。おーい。マジでイベント、本当に何とかしないのか。起きねえ。頼もう。おい、なんで詰まる。うまくいってる時なんで詰まる。監督終わっちゃうか。マジか、詰まったな。詰まり上がりましたね。天才覚醒してくんねえかな、これで。またセニハラか。やべえ、ほんと、イベント起きねえ。あとイベ、絶望的なんだが。シングルだったらもう簡単でもいいぞ。まあ、最近言いますか。194。ちょ、ほんと、ほんと、なにそれ。おかしい。はい、ですか。9-1。もてもてもマジしな。おーい、あといべマジでやばいぞ。91。うん、さすがに。精神いってもいいけど。40。はい。あといべ頼む、マジで。アウトっぽいなこれ。これもぶっちゃけ燃やしてもいいけどね。うん、監督踏みますか先に。まだ残ってたか。
おお、成功した。うん、ここはまあ燃やすべきです。後指マジで、なにって感じだな。なになに後指。いや、これ困っちゃいましたね、普通に。あー、トイベ。あー、まあ普通に取りたいよね、印象。一流しかないのか。やる気アップ系頼むっす。よっしゃ。わあ、もう、やべえよ。はい。デートしましょう。ちょっと、サガラもモテモテないんで、マックス厳しいかもしんないっすね。うわあ、ははは、これマジ。やばいぞ。おお、2人いけないよな。もうこれで無理くりいくしかないっすね。あー、ちょっと精神を入れる形で燃やせばよかった。 710ってどうしたの。まあ、取るやつを取ってって、800入ってるわ。710とかのレベルじゃない。まあ、筋力もう大丈夫でしょ。相当ですね。後指来て、後指。おー、やっと指来てって。精神とかが欲しいからな。うん、セミハラ使い切れないし使いましょう。で、デートがあと2回。ガチで精神じゃない。もう筋力といらないっすもんね。入れすぎたぐらいな。うん、こういうのもう一切拾えなさそうな雰囲気あるな。だから終わらせますわ。もうなんとか。ヒント君何かけんなんのこれ。
いやこれ強いんだけどな。金徳がえげつないほどない。金徳ねえな。金徳と精神。弾道低めですね。そしてもう片方でいいから感じられない。両方とは言わないよ。もうなんかパワー100だから弾道すごいですね。弾道2でこれだと。じゃあ、オッケー。おお、強い。一流でいける？あ、いけません。これでやる気落としてからいきます。合わせたらいいでしょ。で、サイガーがゼフチョンなので15ゲットですね。うわーこれ1回目かー、マジ邪魔なんだが。ラッキーボーイ使っとる？ダメ元でやる気ダウンさせなくてももう燃やせるのは確定しているので、まあだから終わってんのか。一応ダメ元使うか。ワンチャン全員絶好調とか欲しかった。うん、ポイントはあるんだけどポイントを振るための金徳がないんだよな。残念なことに。これは厳しいですね。全力学園追う展開で迎える1回です。ワンアウトランナー1塁という場面。金徳がなんで三掛けですかね。三掛けの6個かな。ツーアウトランナー2塁3塁という場面で今日2打点を挙げています。投げました。これはいい当たりだ。なんかイベントマジでからっきしだな。全力学園リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている打ったこれは強烈。左中間大きいぞ。全力だけリードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放っている打ちました。痛烈。本当に精神ポイント全然足んないですね。これでだって入魂満塁男で足りないんだもんな。ははははは。踏んだら行きますね。踏んで行っとけばいいんじゃないか。相良も半減だし、これ。
還元確定。どこまで伸ばせるかな。まあ、そんなにやっぱ悪くなさそうに見えますけど。金得がない分、まあ気が楽といえば気が楽ですけど、もう振るとこなくなりそうですね。お待たせ。ワンアウトランナー一塁という場面で、すげ、第9球。これはいい当たりだ。いったー。入った入った。全力学園リードで迎える3回です。まあ、SS8 級だったら SS6 作れますけど、多分これは SS8 級の選手ではないので、やっぱ金属全部いってても SS6 ぐらいの選手だと思うので、まあ、4とか3ぐらいあるかもしれないですね、下手したら4ぐらいには手応えがある。まあ、ピンショーがバチッと絡むようであれば、また話は変わってくると思います。精神は多分もう使いどころなくて、足りているんじゃないかな、ということさえ感じますね。だから俺、サイガー行く意味あるかっていう。技術はもう絶対いらないんですね。ここの指標はまあいらないと。見る必要ないと。なんでまあ、しどれみがいいんじゃないかなと思います。厳しいな。技術使ってねえ。そういうことです。まあ肩振ってもいいけど。お待たせ。全力学園同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で、これはいい当たりだ。あと、相良が半減どころか、もしかしたら4分の1まであるって頭に入れておかないと、計算狂います。ノーアウトランナー1塁という場面で、すげ。第2球、投げました。インコース低め、ボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。痛烈。入りました。見送った。5回の裏、全力学園攻撃に入ります。先頭バッターは杉、今日4打点を挙げています。打った、これは強烈、いった、入った入った。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で、打ちました、痛烈。さあ中間、入った入った。全力何もなしか。多分精神足りてると思うな。最後どこ使おうってなると思うんですよ。
まあ肩とかになるんだろうな。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で告げ、全力学園最低でも外野フライが欲しい局面です。アウトコース低めいっぱいストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げた、打ちました。三塁ランナーホームに向かう。全力学園勝ち越し2対1。おほー、敵が強い。全力学園で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面、初球。あ、ファウルか。第2球投げた、高めボール球打った、ピッチャー返し抜けた、2塁はセーフ。全力学園リードで迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面、次げ。第2球投げた、2球目ストレート。いや、いいコース。第3球を投げました、打った、米山取った、セカンドフォー。強い、うまい。さっきから投げてるコースがやばい。戦いの裏、1点を追いかけます。全力だけ攻撃に入ります。トップバッターは次げ。今日はここまで3打数2安打。うん、ギリギリなんですよね、さっきから。第2球投げました、低めギリギリいっぱいストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、これはいい当たりだ、入れば同点だ。いった、入った、入った。うん、なんとかですね。全力だ。どんなもんかな、4は乗ってると思うけど、そこぐらいがいっぱいいっぱいかもしれないですね。まあ4行ってて5ぐらいかな。いや、4分の1か。うん、精神ちょっと足んねえか。思ったより足んなかったな。1万4000点。精神足りません。うん、冷静取れない。さあ、もう肩とかになるんだよな。冷静取るか、42のシーン。はい、うん、っていう感じじゃないですかね。うん、もう本当にまあもったいない人材でしたね。はあ、レギュラーって作るの難しいな。いやー、また頑張ります。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。